とことんやみ込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、最強スキルランキング、防具編、やっていきたいと思います。何のエンチャントが強いかって、ちょっとわかりづらいとこ、ありますよね。今日は、個人的に、強いと思うスキル、トップ5を発表していきます。それでは、行きましょう。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。さあ、それでは最強スキルランキング防具編トップ5第5位いきたいと思います。第5位のスキルはこれですね。雪玉です。雪玉は最初からありまして、今でも全然現役として使っていけるスキルだと思います。ただ、これを使うにあたっては、レベル3に上げるのが大前提です。2や1では、ちょっととてもじゃないけど、使えないスキルだけども、レベル3になると、かなり使えます。これ強制的に、敵1体を、無効化することができるので、1対1で戦うときに、すごく役に立ちます。ただ、敵がめちゃくちゃ出てくるような場所、そういうところでは、ちょっと効果が薄れる可能性がありますけども、まあ、1体とか、まあ、2、3体敵が出てきた時には、すごい効果を発揮する、素晴らしいスキルだと思います。第5位は、雪玉ですね。さあ、それでは、最強スキルランキング、防具編。第4位いきましょう。第4位は2つあります。2つ、これですね。変更、そしてもう一つはデスバーターですね。この2つが第4位です。まずこのデスバーター、死ななくなります。ただ、1回だけね。1回だけエメラルドを持ってると死ななくなるっていうやつです。高レベルのデイリークエストになると、どうしてもね、ワンパンされるのよ。雷でビビってこう受けたりとか、やけどとかでバチってこう当たっただけで、一発で死ぬのよ。なのでこのデスバーターを入れとくと、だいぶ安心になる。うん。まあ、高レベルではかなり、使えるやつだけども、まあ、普通にね、自分が言ってるところでも、まあ、一回死ななくなるので、これは保険として持っておくとかなりいいスキルとなります。そして、もう一つ第4位、変更だね。変更は雪玉と同じく、一番最初からあるスキルだけども、今でも全然現役で使っていくことができます。まあ、100%、飛び道具を反射することはないんだけども、発生率 45%。まあ、だいたい半分だね。半分、矢を反射してくれるので、だいぶね、ダメージを減らすことができます。特に高レベルになると、弓矢に囲まれることも多くなると思うんで、そういう時にこれをつけとくと、かなりダメージを抑えて、いい感じのスキルとなってます。はい。第4位は2つですね。変更、そしてデスバーターです。それでは続いて最強スキルランキング防具編第3位です。第3位のスキルはこれ。幸運の海ですね。これは戦闘には全く関係のないスキルとなってますけども、これをつけとくだけで、ドロップ品が良くなりますし、お店で売ってるものが、良くなる。普通ではユニーク品を売らないお店でも、これをつけとくとユニーク品が登場するようになります。なので、この幸運の海、一つはね、持っておいた方がいいです。まあ、他のね、エンチャント微妙だなっていうやつでも構いません。幸運の海が1個ついてれば、採用だね。クリアする前に着替えて、
クリアする。まあ、そういう使い方でいいと思います。そうすると、クリア報酬、そして、帰ってきた時のお店でね、いいものが売ってることが多くなるので、この幸運の海は、必ず一つは、持っておくようにしましょう。超おすすめですよ。第3位、幸運の海です。それでは最強スキルランキング防具編トップ5第2位。2位に行っちゃいましょう。このスキルですね。クールダウンです。昔はね、もうとにかくクールダウンが入ってないとね、ちょっと使いにくい装備ばっかりだったんだけども、まあ今でもクールダウンは優秀です。まあ確かに弓でクールダウンショットっていうのが出て、アーティファクトのクールダウンを行うことがだいぶできるようになりました。でも、それでもよ。やっぱりクールダウン一つは欲しい。一つは欲しい。で、特に、クールダウンショットが使えないような、編成。例えば、影カバンとか、そういう時には、クールダウンっていうのがね、めちゃくちゃ欲しいのよ。まあ、他のね、ビルドでも、絶対クールダウン2つ以上いるよねっていうのがありますので、やっぱりこのクールダウンっていうのは優秀です。はい。まあ、できれば、2つとかついててくれれば、めちゃくちゃいいよね。まあ、2つつけば、他のエンチャントがちょっとね、薄くなってくるんだけども、黄金スキルでついてるとかね。そういうのでついてると、最高です。はい。今でも現役でめちゃくちゃ使っていけるスキル。クールダウン第2位です。さあ、それでは来ましたね。第1位です。最強防具ランキング1位。2つあります。すいません。2つです。このスキルですね。ポーションバリア。そしてもう一つ。稲妻フォーカスです。今の、現状では、カバンビルドっていうのが、どうしても強いのよ。もう、群を抜いて、あの装備の編成がね、もうとにかく強い。で、それを使うにあたっては、このね、稲妻フォーカスがね、ぜひとも欲しい。これがないとね、ちょっとね、殲滅力がね、だいぶ落ちるのよ。まあ、確かに、雷で、一発ね、600万とか、それぐらいのダメージは与えれるんだけども、このフォーカスを入れることによって、一発1000万超えのダメージを与えることができるんだよね。もう敵が、変更点で、HP200% アップとか、そういう時になった時、この稲妻フォーカスが入ってないと、なかなか倒せなくって、ちょっときつくなるのよね。なので今現状で、この稲妻フォーカスっていうのは、すごく重要だと思います。そして、もう一つ。ポーションバリア。これね。これも、一番最初から実装されてるスキルなんだけども、まあ今でも、まあ昔でも、これはむちゃくちゃ強い、スキルです。90% ダメージを軽減してくれます。できれば、レベル3が欲しい。最低でもレベル2だね。継続時間がやっぱり、5秒じゃ少ない。7秒、9秒欲しいところです。高レベルに行くのであれば、どうしてもワンパンされるってことが多々あるのよ。で、デスバーターでもいいんだけども、このポーションバリアだったらば、9秒間とか7秒間持ちこたえることができるので、これはぜひ欲しい。まあいい編成にしようとすると難しいんだけども、ポーションバリアは結構外せないスキルの一つです。はい、第1位は2つ。ポーションバリア。そしてもう一つ。稲妻フォーカス。です。はい、ということで今日は最強スキルランキング防具編やってみました。まあこんな感じだと思うんですけども、皆さんはどうでしょう？こんなの良かったよっていう方は
コメントよろしくお願いします。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。